どうも、サオカンです。ということで、セリーグも残り全チーム20試合を切りまして、阪神はあと17試合というね、もう本当に終盤なんですが、現在の順位表がこちら。阪神2位なんですよね。こっから阪神はどうすれば優勝できるのか、セリーグの優勝ラインについてね、今回いろいろと話したいなと思いまして動画撮っております。ぜひね、ラジオ感覚で聞いていただければ嬉しいなと思います。まず、もう一回順位表を見てください、こちら。1位がヤクルトスワローズ63勝44敗16分けで、阪神が68勝51敗7分けで1位に1ゲーム差で2位で、3位が 4.5 ゲーム差で巨人59勝51敗18分けということで、まあ、おさらいなんですが、現在4位以下のチーム、まあ、B クラスのチームは優勝が完全消滅していまして、A クラスでは読売ジャイアンツの自力優勝が消滅しているという感じですね。まあ、なんで、おそらく残り試合、阪神とヤクルトの一騎打ちになるんじゃないのかなと思ってるんですけども、こちらご覧ください。まあ、これがね、今日の動画の本題なんですが、セリーグの優勝ラインを図にしたものです。ヤクルトが残り20試合、阪神が17試合、巨人が15試合で5割のラインを赤文字で表示しております。例えば、ヤクルトの残り試合が10勝10敗の5割だった場合、阪神が優勝するにはそれを超えないといけないので、11勝6敗でいかなければならないという見方になります。よろしいでしょうか。まあ、これ見るとね、まあ、普通に優勝ラインで言っても、まあ、例で出したんですけども、10勝10敗の5割でも全然ね、優勝ラインなのかなと思いますし、そこに行くには、阪神超えるには、11勝6敗、貯金5つ作らないと逆転できないんで、結構ね、まあ、きついですし、ヤクルトも結構有利なのかなと思うんですけども、そこでどうやって逆転していけるのかということをね、まあ、ちょっと考えていきたいなと思います。ではまず、ヤクルトの残り試合、こちらご覧ください。巨人が残り6試合、阪神が5試合、中日が4試合、横浜が2試合、広島が3試合という内訳なんですね。で、ヤクルトの今年のこのチームの対戦成績がこちらです。巨人が6勝10敗で勝率3割7分5厘、阪神が6勝11敗3割5分3厘、中日が12勝4敗、横浜が15勝6敗、広島が14勝5敗とね。まあ、やっぱりこう A クラスにはちょっとね、負け越しちゃってるんですけども、B クラスでね、7割以上の勝率というね、この強さ。で、日程見ていただけたらわかるんですけども、負け越しているこの巨人と阪神の試合が11試合。で、今週ね、その巨人と阪神、続いて6連戦あって、まあ、すごいハードですし、ヤクルトは今年ね、ホームで61試合やって29勝25敗7分けで勝率5割3分7厘。まあ、これも全然悪くないんですけど、ビジターでは62試合やって34勝19敗9分けで勝率6割4分2厘と、こうビジターの方が結構強いんですよ。しかし、今週はホームの神宮球場で6連戦。しかも、明日からの先発予想、高橋、菅野、メルセデス、伊藤将司、高橋遥人、ガンケル、柳、松葉、大野とね。まあこれサバ缶的予想なんですけど、これになるかわからないんですけども、まあこの通りに行くとするとかなりの強敵と、まあ当たることになりますよね、ヤクルトね。で、もし先ほどの勝率、まあ前半戦ヤクルトちょっとね、戦力揃ってなかった、まあ弱かったっていうのもあったんですけども、もしこのままの勝率で、対戦していくと、巨人戦が残り6試合あるんですけども、勝率3割7分5厘ってことで、まあ大体2勝4敗ぐらいかなと。で、阪神戦も、勝率3割5分3厘なので2勝3敗かなと。中日戦は3勝1敗。横浜戦は1勝1敗。まあ2勝0敗ぐらいかなと。広島戦は2勝1敗と。まあこれね、サバ缶が勝手に予想したやつなんですけども、まあ大体10勝10敗ぐらい。今の調子で言うと、もうちょっと勝つのかなと。11勝9敗とか、それぐらい勝つのかなと。まあ思いますね。で、対して、阪神タイガースが残り17試合あるんですけども、内訳がこちら。横浜が3試合、ヤクルトが5試合、巨人が3試合、広島が4試合、中日が2試合という感じです。で、対戦成績なんですけども、横浜が勝率5割4分5厘、ヤクルトが6割4分7厘、巨人が5割5分、広島が4割7分6厘、中日が6割1分9厘ということで、まあ、後半戦はね、1勝3敗1分けと負け越しちゃってるんですけども、今季勝率6割4分のヤクルトが5試合ありまして、で、今年は苦にしていない巨人戦もあと3試合ありまして、それ以外の半分が B クラスと対戦ということになっております。で、こっちもね、勝手に僕が予想したんですけども、このままの勝率で計算していったら横浜戦、
がまあ5割4分5厘なんですけど、まあ2勝1敗できるかなと。でヤクルト戦がまあさっき言いました3勝2敗ぐらいかなと。で巨人戦が2勝1敗頑張ったらいけるかなと。で広島戦がまあ2勝2敗中日戦が1勝1敗まあちょっとねひいき目に見てるとこあるんですけども、まあ大体10勝7敗か9勝8敗ぐらいのラインになるのかなとちょっと思ってるんですよね。で先ほど勝手に予想していたバージョンのヤクルトの勝敗が10勝10敗やったじゃないですか。で優勝ラインこちら見ていくと、阪神が僕が勝手に予想したラインが10勝7敗、ヤクルトが10勝10敗。もしもこの通りいきますと、めちゃくちゃギリギリの勝負になるんですよね。しかもヤクルトはさっき言った通り、先発投手がかなり厳しい。しかもホームでの6連戦、巨人、阪神と続く結構ハードな6連戦になってる。まあ疲れも終盤やし見えてくるかもしれない。っていうこと。プラスこれヤクルト戦に阪神が3勝2敗っていうね、僕の勝手な計算で出してるんですけども、もしヤクルト戦4勝1敗やった場合、ヤクルトは9勝11敗阪神が11勝6敗でギリ抜かせるんですよ。まあ、つまり何が言いたいんやってことなんですけども、みんな知ってることなんですけども、結局直接対決次第ってことなのかなと、もう当たり前なんですけど思ってますね。まあ、ちょっと厳しいんですけども、直接対決で勝ち越せば3勝2敗やったら、まあギリギリわからないラインまでいけるのかなと。4勝1敗5勝0敗になるのであれば優勝全然あるのかなと思ってます。まあ、結論言うと、阪神が優勝するには直接対決で勝ち越し&他は2勝1敗ペースということが必要になるということですね。まあ、勝ち越しとは言わず、ほんまに4勝1敗ぐらいしてほしいんですけども、まあ、これぐらいすると本当に優勝あるんじゃないかなと思いますね。で、矢野阪神になってから、残りあとね、阪神今年17試合なんですけども、矢野阪神になってから残り17試合の成績、見ていくと、2019年が11勝6敗。2020年が11勝5敗1分けとね、まあ、2019年はね皆さん覚えてると思うんですけども、クライマックスシリーズギリギリ最後6連勝してね、滑り込みで出ましたし、2020年もね11月に入ってから最後3位やったんですけども、2位の中日抜かして2位になって最後2位で終わりましたから、まあ、秋の阪神はね失速しがちやとか優勝争いね弱いとかね、まあ、結構言われるんですけど、そういうイメージも僕もあるんですけども、この最近の矢野監督になってからのこの阪神の終盤戦の強さ、僕はちょっと信じてね、これからあと17試合応援しようかなと思いますし、まあ、さっき言った通りガチで今週優勝チーム決まるぐらい大事なんで、まあ、今週ねいつもより注目して見ていこうかなと思っております。このチャンネルでは阪神タイガースについての動画生配信普段やってます。ぜひ優勝に向けてチャンネル登録、特に阪神ファンの方ポチッと押していただければ嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。あと皆さんのね、思ったコメント感想よろしくお願いします。皆さんね、全部目を通しますんで、よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。さようなら。